この縦の動きはうまいんですが、横の動きが苦手という方がとても多いイメージですね。この動きを覚えるのにこれ以上はないほどの最高の練習曲です。皆さんこんにちは、ギター講師の豊川裕也です。今回は名曲ギターソロ解説やっていきます。今日はですね、名曲なんてもんじゃないほどの名曲ですね。名曲オブ名曲、キングオブ名曲、高校の教科書に載るレベルの名曲、レッド・イット・ビーやります。イエーイ。レッド・イット・ビーといったら大体2年ぐらい前にアルバムバージョンの有名な方のソロを解説しましたが、今回はシングルバージョンです。このチャンネル内で結構リクエストの多かったギターソロですね。このシングルバージョンのソロがまためちゃくちゃ渋いんですよね。聴けば聴くほど味が出るスルメタイプのソロです。そういうのもあり、こっちのシングルバージョンの方のギターソロの方が好きという方も結構多いですね。では一度弾いてみます。という感じのギターソロ、熱くエモいアルバムバージョンに比べてシングルバージョンはクールでエモいといった感じですね。そしてこのソロはなんといっても斜め横断タイプのペンタトニック。この動きを覚えるのにこれ以上はないほどの最高の練習曲です。ソロを覚えて何度もエクササイズ的になぞるだけで自然と斜め横断タイプのペンタトニックを覚えることができます。縦のペンタトニックは結構得意だけど、横に移動する動きがちょっと苦手なんだよなという方、必ずこのソロを練習しましょう。ちなみに昔挙げたレッド・イット・ビーのアルバムバージョンに比べるとレベルは同じ星1設定にしていますが、僕自身が弾いてみた感覚では今回のシングルバージョンの方がやや動きがトリッキーで難しいです。ギターソロ初めて挑戦するという方、もし今回のソロが難しく感じた場合はぜひ以前のアルバムバージョンから挑戦してみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。このチャンネルは皆様のギターライブが楽しくなる動画や上達の役に立つテクニック、名曲のギターソロを解説する動画などを上げていっております。チャンネル登録まだだよって方もぜひこの機会にこちらのチャンネル登録していただき、僕と一緒に日々楽しいギターライフを過ごしていきましょう。それでは今回も張り切ってレッツゴー。それでは最初にですね、今回皆様にぜひマスターしていただきたい斜め横断タイプのペンタトニックについて解説をしていきます。もう知ってるよという方、早くソロが弾きたいぜという方は概要欄目次からフレーズ1に飛んじゃってください。まずペンタトニックとはについてですが、ロックやブルースのギターソロでメインスケールとしていつの時代も常に使われてきたスケール、つまり音階のことですね。一般的に有名なドレミファソラシド、メジャースケールですね。この中から1,2,3,4 番目の音と5,6,7 番目の音、この2つをカットします。そうするとこういう5つの音でできたスケールが出来上がります。これがペンタトニックスケール。スケールダイアグラムで書くとこういう形になります。この形がこの世で最も使われている縦のペンタトニックブロック、ギタリストにとって3度の飯よりも大切な形です。一度弾いてみます。このチャンネルではこのブロックをペンタトニックメインブロックと呼んでいます。と、ここまではもう知っているという方、このペンタトニックなら自由に使えるという方も多いですよね。そして次、このメインブロックを中心として間にスライドを入れて大きく斜め横断をするタイプのペンタトニック、今回の目玉ですね。一度弾いてみます。ペンタトニックメインブロックの斜め横断タイプです。今みたいにですね、人差し指と薬指の2本指で弾いていきます。なんかこれを今みたいになぞるだけですでにギターソロっぽくてかっこいいですよね。かっこよさの秘密はスライドの位置。スライドで通過するこの間の音がブルーノートと言って、これを経過音として使うことで渋くてかっこいいフレーズになるという音です。
このブルーノートの上をスライドで通過することで、ブルージーでかっこいいサウンド効果を出しています。なのでですね、弾くときにスライドの位置特に要注意。息は問題ないと思うんですが、帰りですね、よく気をつけないとこういう風に、人差し指スライドになってしまいやすいんですよ。これだとかっこいいサウンド効果が得られないので、よーく気をつけて薬指スライド。これを徹底させていきましょう。そしてもう一つ注意点。3弦から2弦への移動ですね。3弦と2弦間だけ他の弦の間に比べて音程間隔が半音一つ分狭くなっています。なのでですね、フレット間隔も一つ狭くなります。これ他の弦移動の時と同じ間隔で移動をしていくと、こういう風に思いっきり外してしまいますので、ここまでいったら半音一つ分狭く。戻りもそうですね。半音一つ分狭くなります。以上2点ですね。スライドの位置と3弦から2弦への移動、これに気をつけて練習をしてみてください。この2つがですね、ギターソロやアドリブを弾くときに最も大切な基本の2つです。ボクシングのワンツー、バスケのドリブルとパスと同じようなものですね。僕は講師活動を始めて10年になるんですが、よく感じるのが、独学でペンタトニックを学んできて、ある程度アドリブが弾けるという方が習いに来た時、この縦の動きは上手いんですが、横の動きが苦手という方がとても多いイメージですね。今回はこのギターソロを通じて、そんなペンタトニックのこの横の動きをしっかりと身につけていきましょう。ちなみにこの斜め横断タイプを使ったアドリブの弾き方は、以前こちらの動画で解説をしておりますので、深く学びたいなという方はぜひ参考にしてみてください。それではですね、ソロ弾いていきましょう。このソロは大きく分けて4つのフレーズから構成されています。それではまず最初のフレーズ弾いてみます。はい、こんな感じの入りのフレーズ、低音のハンマリングから入ってじっくりとエンジンをかけていく感じが本当に渋いですね。ギターソロの入りの音はいろんなタイプがありますが、超高音から入るイーグルスのワンオブディーズナイトのソロなどと比べると対照的なソロの進行の仕方になってますね。このあたりのソロの作り方も注目すると大変楽しいです。ちなみに音の作り方ですが、若干歪ませたギターにコーラスを深めにかけています。まず入りの部分は4拍目裏からスタートするので、1,2,3,4 タラとハンマリング、素早いハンマリングですね。3フレットの音を鳴らしたら、その次の瞬間に薬指の頭でしっかり弦を叩いて音を鳴らしていきましょう。そしたら次、斜め横断ペンタトニックの下の部分、このブロックを使って弾いていきます。1,2,3,4 まず最初の部分のスライドの動きですね。ここはいきなり速いスライドに注意です。気をつけないとこういう風な動きになりやすいですが、これだとリズムに合わなくなってしまいます。スライド前の5フレット、ここはほとんど発音せずにピッキングした瞬間に7フレットに瞬間移動します。で戻る、こういう3音の動き、このリズムをイメージして5フレットスライドからスタートしていく。これとこれが同じリズムになるように練習をしていきましょう。このタイプの高速スライドはこの曲のみならず様々なソロで大変よく出てきます。ギタリストにとっては必須の動きですね。ここの部分はさらにこことここの2音、1つ目の音を短く、そして2つ目の音を長く弾くと原曲のようなニュアンスになってクールです。そしたらこの次ですね、連続ハンマリングからスライドにつなげる動き、ハンマリングが連続するのでここもリズム要注意。こういう風に気をつけないとハンマリング前の音が短くなりやすいです。全部同じような音か、つまり同じような音の長さになるように連続ハンマリング、ピッキングした音、これと同じリズムになるようにハンマリングしてみましょう。このリズムができてきたら
最後のハンマリングは2フレット右へ。これも同じ16分音符で弾いていきましょう。これと同じリズムになるように等間隔で動かしていきます。では次ですね。スライドから4弦に行ったら今度はプリングで帰ってきます。プリングはですね、薬指で若干下に引っ張るような気持ちで離すと綺麗な音が鳴りやすいです。こういう風に少し引っかくような動きを使います。でさらに連続でスライド、ここも16分音符をよく意識して連続したリズムになるように、こういうリズムになるようにですね弾いていきましょう。そこまでロボットのようにきっちり弾く必要はありませんが、なんとなくでいいので一定のリズムを心がけます。最後の音は緩やかなビブラート、人差し指で優しく揺らしましょう。ビブラートのイメージですが、こういう風に弦を若干引っ張る戻す引っ張る戻す、これを繰り返すイメージで揺らします。弦でフレットをスクラッチするイメージで揺らすと綺麗にビブラートかかりやすいです。それではですね、ここまでもう一度弾いてみます。1,2,3,4。それでは次のフレーズいきます。このフレーズいきましょう。斜め横断タイプの5弦から2弦まで、ここの部分を幅広く使っていますね。まずまた出てきますね、高速スライド。5フレットにはほぼとどまらずに弾いた瞬間に7フレットへ、そしたら上昇していき、ここでもさらに高速スライド。7フレットはほとんど発音せずに9フレットに瞬間移動という感じで連続でこの高速スライドが出てきます。よくリズムに気をつけて、まずはここまでを練習しましょう。スライドを入れないとこういうメロディー、これと同じになるように弾いていきます。そしたら次ですね、2弦に行ったらプリングで折り返します。2弦は2回ピッキングしてからスライド、戻る時のスライドは9フレットも発音するタイプです。なのでこうではなくて止まるこうですね。これもですね、この3音と同じリズムになるようにスライドを入れてみてください。ここまでもう一度弾いてみます。では次いきます。ここの加工フレーズのニュアンスがまた面白いですよね。プリングからスタートして、ここは2つともピッキング、最後は16分音符スライド、同じ16分音符のリズムですが、それぞれニュアンスが違っていて非常に味わいのある加工フレーズになっています。こういう部分がジョージ・ハリスンを象徴する独特の味わい深さですね。ハリスンは基本的にハンマリングとプリングで滑らかにつないで弾くことが多いんですが、たまーにこういう風にピッキングを連続させることで緩急をつけています。もう一回この加工フレーズを弾いてみます。プリングからオルタネートピッキング、スライド、ではですね、フレーズにもう一度通して弾いてみます。はい、という感じで半分ほど解説してきましたが、ギターソロ今までほとんど練習してこなかったという方も多いと思いますので、練習のポイントについて軽く解説していきます。ギターソロのコピーはパズルを完成させるのと同じだと思ってください。パズルは一つ一つのピースを地道に組み合わせていき、大きい一枚の絵を完成させていくものですが、これと一緒。ちなみにこのパズルは子供たちと妻が協力して完成させて、僕の誕生日にプレゼントしてくれました。僕はドラクエの鳥山さんが描くドラゴンがめっちゃ好きなので超嬉しいですね。というふうにパズルを完成させるイメージ、まずフレーズを一つコピーするときはいきなり通して練習しようとせず、できるだけ細かくピースに分解して練習します。例えばこのフレーズを練習するときは、
これを分解してここ、こことこういう風に3つに分解してそれぞれのピースをひたすらリピート練習。もっと細かく分解して例えばこのスライドの速い入りを練習したり、このスライドからのプリングの部分を練習したり、このプリングからのピッキングを練習したり、こういう風にパズルのピースピースを練習していき、徐々に徐々にくっつけていきます。最終的に全部くっつけて一フレーズ完成といった感じですね。さらにもう一つ、メトロノームを使い必ずゆっくりのテンポに落としてから練習をしましょう。この曲のテンポは70ですが、最初はですね50、40ぐらいからがいいですね。とにかくゆっくりから。僕のおすすめはですね、最初のうちはメトロノームを8分音符で鳴らすことです。例えばテンポ40で練習するときは80で鳴らします。そして16分音符を全部8分音符のイメージで弾いていきます。こうすると細かいリズムの再現などができてきて、完成度の高いかっこいいギターソロが弾けるようになります。今ご紹介した2つのポイントをしっかり意識しながら、長期目標のつもりでゆっくりとコピーをしていってみてください。一度ギターソロのコピーのコツをつかんだら、そこからだんだんと難しいソロに挑戦できるようになり、ギターライフがめっちゃ充実して超楽しいです。という感じでですね、後半戦いってみましょうか。次はフレーズ3ですね。ここがおそらく一番トリッキーで難しい部分です。バッチリ気合い入れていきましょう。それではフレーズ弾いてみます。スライドを対応した少しトリッキーな動きのメロディーラインですね。ミステリアスな魅力のあるフレーズです。そして中盤の難所、フレーズの入りはソロの入りと同じで4拍目裏から。先ほどのフレーズを弾いたらうんという風に入ります。そしたら最初高速スライド3連発、これは出発の音に止まらないタイプ、瞬間移動タイプのスライドですね。スライドを入れない動きと同じリズムになるようにこう弾いていきます。特に4弦から3弦に行く部分、ここが一番難しいですね。ピッキングはですね、4弦ダウンダウンからの3弦アップ、これで弾くのが一番楽だと思います。4弦と3弦をこう挟み込むようにピッキング、これをアウトサイドピッキングと言います。今後さまざまなギターソロを弾く上で大切になってくるテクニックですね。ちなみに僕はデモ演奏の時にここは逆のインサイドピッキングで弾いていますが、おそらくアウトサイドピッキングの方が楽です。さてこの次ですね、こういう風にスライドして戻ったらハンマリングから4弦にサッと移ってハンマリングの動き、ここの弦移動の指使いがまた少し複雑です。これ2通りやり方があって、まず僕が行っている方法はこういう風に薬指で3弦を弾いたら4弦は中指で入り、中指人差し指でハンマリングをします。そうするとこの後のスライドにもパッと薬指で移りやすいですね。もう一度弾いてみます。中指に持ち替えて、でまた薬指でスライド。もう一つの方法はジョイントを使って弾く、薬指人差し指で3弦を弾いたら薬指離さずに指先への体重移動で4弦に行きます。これをジョイントと言います。なので3弦ハンマリングは若干指のお腹あたりで叩き、指先へそのまま行きます。3弦へまたジョイントで戻りスライド。この方法は難しいですが指のトレーニングになりますね。お好きな方、弾きやすい方を選んでみてください。最後またスライドで登ったらプリングで戻ってきます。先ほども出てきた動きですね、このスライド先の2弦の音、これ若干短く切ると原曲の感じが出ますね。
という感じでこのソロで一番の難所なので、特にここは短く切って何度もリピートをして習得してみてください。このスライドの使い方本当に勉強になりますよね。慣れたら即実践で使える動きです。それではこのフレーズ4をもう一度弾いてみます。それでは最後の部分ですね。ソロのクライマックス部分、一番エモい部分ですね。弾いてみます。はい、という感じの斜め横断タイプの上の部分、ここの部分を使ったフレーズ。こういう風にソロを見ると斜め横断タイプのブロックを余すことなく使っていますね。非常にいいエクササイズになるソロです。そして最後にして唯一出てくるチョーキングがマジでエモい。エモすぎ注意。まず入りですが、先ほどのフレーズ最後16分9分を挟んでうたらたと入ります。うたらたですね。ここなんですが、気をつけないと表拍でタラタと入りがちです。よーく気をつけてフレーズの前にうっと呼吸、うったらたと入っていきましょう。そしたら次はこう、まずこのスライドですが、ハンマリングとの合わせ技で使っています。ハンマリングをすると同時に瞬間移動、これもですね、スライドハンマリングを取っ払ったこれと同じリズムになるように素早くハンマリングスライドを入れます。そしたらこのスライドとともにピックを一弦に持っていき、弦飛びからプリン、そしてここできますね、一弦チョーキング。ここが最高にエモポイントです。チョーキングは弦を引っ張り上げることでピッチを押し上げるテクニックなんですが、一弦はなかなか上がりづらいです。10フレットの音、12フレットの音になるまでしっかり引っ張ります。3本の指、薬指、中指、人差し指をグッと1箇所にまとめて、3本指の力をフルに使って思いっきり上げましょう。この時に手首の回転を使うようにすると上げやすいですね。そしたら次、下ろして2弦へ。ここもプリングを使わずに両方ピッキングしていますね。最後は3弦からスタートをしてプリングスライドをして終わります。このスライドダウンをスタートの音を発音するタイプですね。ここ9フレットの音もしっかり発音してからこう弾きます。で、一番最後の5フレットは1音目を短く、2音目は長く伸ばして緩やかなビブラートをかけるといい感じになりますね。もう一回チョーキングからの部分を弾いてみます。こういう動きですね。それではこのフレーズ4をもう一度通しで弾いてみます。1,2,3,4。 それでは最後にタブ付きで通し演奏をやっていきたいと思います。参考にしてみてくださいませ。いきます。シングルバージョンを取り上げました。ペンタトニックの斜め横断タイプを下から上までまんべんなく使っていて、大変勉強になるギターソロですね。このソロをコピーし終えたら、毎日のエクササイズの一つとしてこれを取り入れれば、斜め横断のペンタトニックの動きはすぐに身につくと思います。まさに自由演奏への翼となるギターソロ、ぜひマスターしてみてくださいませ。このチャンネルではこういう風に名曲のギターソロを解説する動画を定期的に上げていっております。他にも様々なギターソロを取り上げてきましたので、ぜひこの
機会にチャンネル登録をしていただき、他のギターソロも挑戦してみてくださいませ。今回の動画が楽しかった、役に立ったという方はグッドボタンで応援していただけると大変励みになります。 Twitter 等の SNS はですね、概要欄にリンク貼っておりますので、興味ありましたらフォローをよろしくお願いします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。